できるだけ肘をこう前に出さずに固定することをお勧めします。前に出ることによってタイミングを取りづらい部分が出てくるので、肘を固定することによってこの次のフォアへの対応もこのままスムーズにいくので、ラケットの面を立てることによってこの真ん中に当たりやすくなる。ラケットの奥まで振動が当たるので、そこから回転をかける意味です。立てることによってやっぱり自然に擦れるので、それを利用しつつ前に振るっていう。当たる瞬間に強いインパクトがある場所をまず見つけ出すことを、左手を高くすることによってここのゾーンが空間が空いて、ここはインパクトが強くなる場所ができるんですけど、ここから振り抜くことによって回転もインパクトも強くなるので、まずはその自分のインパクトが強くなる場所を見つけることをお勧めします。